お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車をね、後付け実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということで、今回はですね、こちら側が後手番なので、後手番ですよね。1234、そうですね、後手番ですね。後手番なので、まあ雁木で行こうかなと思っております。で、ですね、まあ最近本当雁木練習しようと思ってまして、先手番でもね、積極的に雁木採用してるんですけど、まあ本当は多分ね、後手番で雁木やるっていうのが、まあ本流というか、まあ、先手番だったらもっとね、攻撃的な戦型とか選んでもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、一旦ね、ちょっと雁木の練習をしております。さあ、で、ですね、まあ、相手の方、飛車先を角で受けてきたんですけど、まあ、この形だったら、まあ、ここの角の頭狙っていくような早繰り銀とか、なんかのタイミングでこう、引き角にして角交換狙っていくとか、なんかそういうのね、ありそうですよね。で、相手の方の、なんかこう、銀が早繰り銀できそうな感じがしたんで、まあ一回俺も早繰り銀に備えて、早繰り銀なら俺も早繰り銀でいくぞっていう感じで、駒組みしていってますね。で、相手の方はね、袖飛車、まあ角の頭を攻めてきたんで、まあこれ袖飛車になりましたね。で、もしかしたら、ここに歩打たなくてもいいのかもしれませんけど、まあ、打っといて、まあ、お帰り願って、まあ、もっともっとね、陣形が組み上がってから戦いましょうっていう感じのね、宣言にしようと思ってました。で、なんか最近、こう、経験値がちょっとずつ積み上がってきたおかげなのか、なんかね、飛車が、袖飛車とか、こう普通のね、居飛車のところじゃなくて、一個寄ってきたタイミングで、なんか角交換を狙っていくといいことが多いような気がしています。まあ、例えばですね、こうやって飛車の利きがね、下に効かなくなると、なんかこの辺に角打ちとかね、あって、まあ、桂馬狙っていくとか、まあ、桂馬取れなくても、まあ、ここに何か取って香車狙っていくみたいな、なんかそういう手もあるし、もしここに金がいるんだったら、なんかここに飛車金両取りで打っとけば、ね、角がすごく働いてますよね、両取りで。なんかそんなのとかあるんで、これはね、なんか角引いて、積極的に交換しに行くのとか、まあ銀出てくるのに対して、まあ銀がなんかこうやって出ていって、まあお互いに攻め合おうぜみたいなって、どっちの方が有効なのかなってのちょっと読んでますね。まあ次相手多分銀出てくるんですよ。で、その時に何が一番有効的なのかっていうね。銀上がった時に、なんか歩つく手とか、あるのかなとかね、いろいろ読んでたんですけど、今回はね、ちょっと角引いて、いや、角交換しようぜと。交換したら、この袖飛車のあなたの方が打ち込みの隙多いでしょっていう、そういう感じでやってますね。まあ、仮に銀とか出てこようもんなら、まあ、すぐさまね、角交換しに行って、手番は相手に握られるんですけど、まあ、例えばここに角打ち、銀が出てきたらここに角打って香車狙いに行くとか、角に角合わせてきたらこっちに何か取ってなんか桂馬取りに行くとか、まあそういう手をね、読んでましたね。まあまあ相手がね、壁銀の形で受けてきたんで、まあ、これは普通に角交換しに行って、まあなんか歩とか打ってくれれば、普通に下まで引いといて、みたいな感じで思ってましたね。まあ、確かに、瞬間打つ必要性、例えばここに自分から、俺から歩を打ったとしても、まあ、同銀と取り返されるだけなんで、ここはまあ低いってになるんですけど、まあどっちみち、相手が打とうが打たないが一回引くっていうのがね、戦いの呼吸なのかなとは思うんですけど、相手の方が、まあ、角いなくなったから多分ね、ここの守りが弱くなったよねって言って、まあ、左から2番目攻めていこうとしてるんでしょうね。で、引いた手が実は先手、優先度の高い手で、これ次にここに歩垂らし狙ってるんですよね。垂らして角ぶち込んでいくと、まあ、相手の陣形上から破壊できる感じになっちゃうんで、
まあ、引いたらここで受けとくのが無難ですね。そんなにね、そこの一歩があるからどうこうっていう話じゃないんで、さあまあそれをねちょっと怠ってきたんで、これはねここに歩垂らして次に角打ち込むぞっていう手を見せてどうなのかなって思ってました。まあ瞬間飛車の横利きも止まったんで、どうなんかなみたいな。で、あやくり銀のその目標の一つであるその角の頭っていうのが、角をさばいたことによってなくなってるんで、まあ、ここの歩合わせとかは、まあ、無視して同銀の形とかで取り返しておけば全然問題ないよという感じですね。まあ、とりあえず歩垂らして角ぶち込んでみたいな手を呼んでますね。歩垂らして角ぶち込んで、取られたら時に取っといて、まあ2択で逃げますよね。そんな感じでどうなのかなと。でもし取ってこないパターンだとしたら、まあ浮いたら金が浮いてるし、寄ったら、まあ、角こっち成り替えっといて次の歩成り見せてもいいかなみたいな。角打って寄ってぶっち同玉に歩成るで瞬間、いやでもさすがにそれはまあ銀引かれるぐらいで、と金金と角の交換なんで、まあ一応こっちがいいとは思うんですけど、もうちょっとね歩とかの攻め駒欲しいですね。歩がもう一枚あればなんかここにね銀下がった時に歩打って桂馬取るぞっていう感じの攻めがあるんですけど、ちょっとね攻め駒足りないですね。でまあ相手の方多分角ぶち込みが気だったんでしょう。だから一回こう中合いの歩、まあただで取られる歩なんですけど、飛車走らせて多分桂馬跳ねてこようみたいなね、そういう狙いが見えました。まあなので今回は一応飛車走って桂馬飛んできて飛車引いて歩とか打ってくると思うんですけど、そこでじゃあ桂馬の頭どうやって守るんですかってこうやって歩ついていくような手を呼んでたんですよ。ただこれ飛車引かずに、あの桂ジャンプしてきた瞬間に角打ちがあったみたいなんですよね。それがね結構激痛だったみたいなんですけど、まあ今回はちょっとねそのルートはこの系統が弱点でしょうっていうのにちょっとね目を奪われて読み切れませんでしたね。まあ、例えばここでももしかしたらなんかこう歩ついて同飛車させて飛車がまあ成り込みはしないんですよね。なのでその瞬間に角打ちとかもあったのかなってまあ今思うところですね。何が最善だったのか。なんか飛車が縦方面から縦方面に動いてくれればなんかここ取り込みがきついよねっていうのは思ってたんですけど、まあ角打ってもねって感じなん でこの角に関してはまあ角合わしとけば大丈夫よというふうに思ってました。一応ねこう部分的には銀で殺しにはいけるんですけど、なんかこうなんていうかな、角だけだとちょっと攻めにくいんですよね。だからこれはなんていうかな、駒の損得よりもこの銀が一手で出れたよねっていう駒の働きの方を優先した点になりますね。攻め駒の働きを強めた、一手得したっていう方を優先しました。さあ相手の方考えてますけども、ここでは何するんがいいんでしょうね。何がするんが嫌かな。まあやっぱりですね、将棋の攻め駒は飛車角銀桂って言われるんで、銀の活用でこうやって上がってくる手とかが嫌なのかな。でもそうやってするとやっぱりこう飛車の横利きが止まっちゃうんで、ここが弱点になりますよね。まあ、なのでこの桂と歩と角でこう無理やりこうね、この俺の攻めを止めてきたって感じなんですけど、この角はなんかなんだろう、感覚打ちにくい角で、多分評価的にもあんまり良くはないと思うんですけど、まあ打ってきましたね。まあ飛車先を止めたいっていう思いがね多分あるんでしょうね。さあさあ、でまあ桂馬の頭にこう取り込まれるの嫌なんで、まあ、取ってきて、まあ次こう飛車がビュンって回ってくる手もあるんでしょうね。
でここでねちょっとわからんかったんですよね。なんか角この辺引かれたりしてちょっとめんどくさいかなとか、例えばこう K ジャンプするじゃないですか。なんかすぐ K ジャンプすると歩突かれて K ジャンプで5分、角もねこっち逃げれるんで、なんか角負担にした方がいいのかなとか思って、こうやってね突くのを呼んでるんですけど、でもね多分桂跳ねの方がいいんでしょうね。桂跳ねて歩突かれて桂ジャンプした時に桂と角の両取りなんで、まあなってくるぐらいなんですかね。でその瞬間成り込んでって、まあ最終的にこう銀で取れますからね。では角がねなんかこっち逃げられるのは嫌だったんで、これはなんかここに歩とか打ってちょっと角を閉じ込めに行ってるんですけど、そうですね、もっといい手があったかもしれませんね。ここです。まあ、と金取ってきたんですけど、これは桂が、まあ、手順に跳ねてっていいのかな、みたいな。まあ、結局ね、なんかその、途中で読んでた時に合流はするんですけど、合流はするけども、その、相手が歩をたくさん使ってくれて、歩切れになっているっていうのが、まあ、さっきの局面との違いではありますね。で、ここで、まあ、桂馬なってって、同銀なら、まあ、歩なっていく手から、まあ、相手陣崩壊でしょうと。瞬間、やっぱ飛車取られそうなんだけど、そこを我慢して一歩踏み込むっていうのがね、今の俺の課題なんで、まあまあ、桂馬踏み込んできましたと。で、同銀はやっぱやばかったんで、同玉だとは思ったんですけど、同玉もね、ちょっと一歩踏み込んで考えたかったんですよね。これなんか、例えば、桂打って、こっち側行ったら、こうなんか、歩がってね、突破できそうみたいな感じはするじゃないですか。でもその瞬間、こう、飛車取られちゃうと。なので、スピードアップで一回捨てておくのどうなのかな、みたいな。この瞬間捨てるんだったら、なんて言ったらいいのかな。捨てて逃げたら、角とか打っといてどうなのかな、みたいな。捨てて逃げて角打って、まあ、飛車切ってきたら、まあ、飛車が手順に逃げれるし、それはいいよね。で、まあ、船って同銀なんだろうなとは思ってたんですよ。で、同銀の時に、じゃあ、玉の紐が外れれば、銀取りながら、飛車が成り込めて、飛車が逃げれるよねって思ったんで、なって同銀に桂打ってどうなのかなーみたいな。それを読んでましたね。まあ、とにかく、この銀の周りから逃げる手、だから、こことかここに逃げる手は、まあ、銀ボロッと取りながら、竜ができるし、それはちょっとやりにくいだろうなと思ってたんですよね。まあだけど、堂々とね、逃げてきましたね。で、ここでもね、ないとは思ったんですけど、3分。逃げてきたんで、ちょっと一旦読むことになりましたね。これ、角打つ手もあるんかな、みたいな。まあでも、一回、まあ、なっときゃいいかと。これで詰めろだから、まあ、なっときゃいいかということなんですけど、まあ、ここでね、3手詰めがありますね。さあ、読んでみましょう。まあね、持ち駒しっかり使ってね、相手の退路を封鎖したいですよね。この中央に逃げていく手があるんで、これを封鎖したいということで、3手詰め、角打ちから3手詰めですね。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、雁木対早繰り金の戦いかな、やっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。おやすみ。